ンポン。9月16日、そうだって何の日だ。そうだね、ユーストロの日だね。ほんと何の日だよ。あ、失礼間違えました。9月16日はなんと、ガチ長3周年記念日です。イエーイ。おう、もうそんな経つんか。早いな。イエシ。このおめでたい3周年を祝うために本日は3周年で起きると衝撃が走りそうな結末を考えていきたいと思います。どういうこと。あなたと出会って3年、時が経つのは早いものだな。誰と誰だよ。私たちが卒業し、その後の活動を継いだ後輩たちがついに結婚となったパターンです。もうちょい配役を考えろ。懐かしいな、お前の立ち筋。道を疑えてからどれだけの時間が経っちまったんやろ。なあゆかり、5分だ。仲直りしろボケども。だってこいつが芋けんぴくれないって言うから。これは私の神隠り芋けんぴなんです。にゃ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 。お前ら、私たちは卒業します。え、卒業式。先輩行かないでくださいよ。うわ、なんやこいつら。さっきのやつら。ああ、この後輩らがこれからうちらの後を継ぐ感じね。わー、あかり先輩卒業しないでください。そっか、ついなちゃんはうちの一個下やもんな。卒業しないでくださいよ。お前はおかしくね。いや、ゆかり先生はうちより年上やろうが。あかりちゃん、なんや。この学校には留年という生徒がありましてね。お前何してんの。卒業しないで。あれ、君たちは。え、うちらの年齢、実はな、21歳。やりたかっただけやろ。さて、その結末がいい。全部ねえよ。そんな、じゃあ結婚相手渋沢栄一にするから。別にそこが NG の理由じゃねえよ。まあ、まだまだ道半ばや。終わりなんて今後来るかもわからんで、そんなやる気満々なんて。私嬉しい。今お前も頑張るんだぞ。ありがとう、ありがとう。なんで今お礼言われたんだよ。うちも頑張るで。はい、君はおとなしくしてて。なんでお前うちの力でここまで来たんやろ。こら、っていうか、いつかよーと思ってましたけど、何普通に溶け込んでるんですかこいつ。にゃ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 。うちらで頑張ろうな。はい、まだまだ3年、あと10年は行きますよ。元気やな。じゃあ視聴者の皆さんへ挨拶するで。せーの、これからゆかりの皆さんへ挨拶するで。お前ら揃えろや。